ヒブヒブ小豚ニュースのお時間です。今回は福島イノベーションコースト構想というお話です。東日本大震災から11年目を迎えました。11年とは人には長く、復興には短い、そんな年数だと思います。部費当時10歳だった子供たちはもう成人し、当時元気に畑仕事をしていた人は老いて、一から再起しようにももう年齢が足りないと感じる、そんな年数です。2017年5月に福島復興再生特別措置法改正法が成立し、福島イノベーションコースト構想が法的に位置づけされました。福島イノベーションコースト構想は国家プロジェクトであり、福島を日本の未来産業の拠点とするべく課題先進地としました。主要プロジェクトは廃炉研究、ロボット、国際産学連携、環境リサイクル、エネルギー、農林水産、医療、航空宇宙の分野で最先端を目指して取り組もうというものです。福島だけでなく、日本の課題として少子高齢化による人材不足を前提としたまちづくりでは、行政をはじめとした ICT 化、デジタル化の推進、テレワークなどを進め、ロボット、ドローンや ICT を活用した農林水産業の再生を目指しています。廃炉作業の研究やロボット開発では、産学官による研究開発と人材育成を行っており、人間一代では解決できない研究の継承者育成も行っています。福島ロボットテストフィールドではロボットやドローンの実験フィールドを用意しており、陸・海・空の使用環境を再現し、ロボット産業の集積を行っています。エネルギー分野では、世界最大級の再エネ水素エネルギーシステムを有し、太陽光で作られた電力を水素に変える実験が行われています。また、食品残渣、バイオマス発電システムの実証、普及にも取り組んでおり、浜通り地域全体で共用送電線を配備し、再エネ利用を促進しています。株式会社 IHI 相馬事業所では、航空エンジンや宇宙開発関連機器などの部品の製造拠点となる工場を持っています。日本中から福島イノベーションコースト構想に参加する企業や研究者などが増えてほしいと思います。部品水素バスの運行も行われていて、いわきから鹿島、小名浜線の一部ダイヤで運行しているようです。福島県に旅行した時は乗ってみたい部品ね。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。